おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1638です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回はスーパーミニプラ、こちらの方ね、組み立てをやっていきたいと思います。で、こちらなんですけど、当初ですね、買おうかね、買わないかね、ちょっと悩んでたんですけど、やっぱ買おうっていうことでね、ちょっとね、急遽思い立ってね、買ってしまったというね、そんなものとなっております。それがこちら、じゃんと。はい、こちらだと何もわからないんですけど、これをね、くるっと回すと全てがわかります。ぐるぐるっと回すとこんな感じ、ドーン。はい、こちらです。スーパーミニプラのプライヤーズ。こちらをね、入手したというか、買っちゃったんで、紹介していきたいと思います。で、今回ですね、単品発送という形になってしまったので、この状態で送られてきたと。要はここのところに伝票が貼られたということで、このね、商品名ががっつりドーンと出てる状態で送られたというね、ちょっと恥ずかしい形になってますね。はい。一応こんな感じのね、輸送箱というふうになっております。なので、この状態で送られてくるんで、端っことかね、こういう部分がちょっと凹んでたりとかね、ちょっと傷があったりとか、ちょっとこの辺がね、薄い汚れてるってね、そういうのがちょっとありますんで、もしですね、こちらを、まあ今はちょっともね、受注期間が終わってしまったんで入手はできないと思いますけど、今後ですね、こういうような感じで頼む方は、2つ同時に買って、おまとめにするとかね、なんかそういうような感じで、でっかい箱にね、入れてもらう方式の方が、箱もね、綺麗になりますしね、中身も大丈夫だと思うんでね、そういう風にした方がいいと思います。はい。ということで、早速こちら開けていきたいと思います。一応ここですね、封の方は切ってありますので、ここからさっと開けていきたいと思います。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。プライヤーズですね、スーパーミニプラの勇者王ガオガイガーシリーズ。はい、こちらとなっております。で、この状態ですね、この3体のロボ、これだけ見ていただくと、まあ、作品知らない人にとってはね、よくわかんないロボットが3つ出てきたなっていう感じかもしれないんですけど、これですね、裏を見ると、あ、なるほどねって思う。そんなような内容となっております。一応ツールコネクト、ディメンジョンプライヤーということで、この3体をどうにかするという形になってます。で、横を見るとこういう感じ。もうゴールに入っちゃった感じですね。こんな感じです。ガオガイガーのところにこういう風に、まあ、ドッキングさせて、こんな感じで使いますよと。で、さらにこういう風に見ていくと、こういう形で、こちらですね。3体のロボットを直列で繋ぐのか、こちらのちょっと大きいやつね。これに対して1個ずつ繋いで、ガオガイガーを繋ぐってね、こういうパターン。で、先端のところにゴルディオンハンマーをつけたってね、こういうような使い方をしたという、こんなロボットとなっております。で、反対側を見るとこんな感じですね。一応こんな感じで、一番上はこれコアなのかな？これを抜いた状態とか、こんな形にすることができますよ。で、あと、上ですね。これは先ほどのこっち側の下アングルみたいな、そんな感じとなってます。で、さらに下がこういう感じ。で、こちらですね、このプライヤーズ、この3機みたいなロボットで、確かね、カーペンターだったかな？カーペンターズだったか、カーペンターっていうね、街とかの修復ロボにかなり似てる形状、こっちの派生系だったような気もしてたんですけど、そういうのもあったんですけど、それはね、立体化されておりません。一応立体化されてるのはこちらはね、プライヤーズということで、これをね、今回紹介していきたいと思います。で、こちらですね、いつもの通りテープピっていう、そういうパターンではなく、いつものね、スーパーミニプラ式になってますんで、ここのところの点線をバリッと開けていきまして、これで開けることができます。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。こちらですね。一応なんかテープで止まってるような感じにちょっと思いましたけど、まあ、こんな感じの綴り式になってまして、ここのところに塗装済みのパーツですね。で、これが3体のロボットの分のカメラ相手がね、目の部分だったりとか、一応こんな感じで塗装済みのパーツが入ってますよ。ただ、アンダーゲートかなって感じがする部分がちょこっとあるんでね。そこの部分に干渉してる部分で塗装済みだったら、そこだけね、色剥がれちゃうんで、ちょっと気になる感じなんでね。まあ、これはちょっと組んでみないとわからんという感じですね。で、こちらのところに綴りみたいな感じになってて、ここのところにオレンジのパーツ、ちょっとこれ、黒鉄色というか、ガンベタというかね、こんな感じの成形色と、ここのところにグレーのパーツが入っていると。で、先ほどね、箱の方を見ていただいたら分かったと思いますけど、3体のロボが入ってたんで、私の予想では、1体ずつランナーがこう小分けになってて、この袋を組み立てると1つのロボット、この袋を組み立てると1つのロボットみたいなね、そんな感じになってると思ってたんですけど、全部共通のランナーということで、ちょっとパーツの間違いがちょっと起こりやすいんじゃないかなってちょっと思ってしまいました。例えば1号ロボと2号ロボの二の腕のパーツが同じかなって思って間違って組んじゃったみたいなやつとかね、手首パーツがどうのっていうその違いがちょっとありそうなんで、ちょっと気にはなってたんですけど、1枚ものかーって感じですね。まああとは成形色の部分があったんで、まあこれはこれで、まあ逆に助かったっちゃ助かったかなって感じですね。で、説明書の方がこういう風に入ってますよ。一応プライヤーズの組み立てではこれですね、ディメンジョンプライヤーのやり方が別な説明書になっておりますと。で、こちらですね。ここのところでまずプライヤーズ。まず DPC1。これから始まって DPR2。で、DPR3 だったかな。裏を見るとこんな感じですね。あ、L ですね。
要は C が多分中央のセンターだと思うんですね。真ん中なんでこいつですよ。で、R なんで右です。L なんで左です。みたいなね。多分そういうような名称だと思います。で、一応これで全部の3体のロボが出来上がって、台座を組むと組み立て自体は完成。それから、こちらの方の説明書に行って、直列の状態とかね、ディメンジョンプライヤーの並列っていう言い方は変だと思いますね。まあそういうような組み方できるっていうのが、こちらの説明書になっております。ということで、こちらですね、今回組み立ての方を今回で全部完結させたいと思いますので、まずはですね、DPC1、こちらの方から作っていって、次に R、そして L という風に流れていきたいと思いますので、パーツの方ですね、段取りさっさと進めてしまいたいと思います。はい、パーツの方準備できました。こちらはですね、DP-C1 ですね、こちらの方のパーツが全部準備できたという形になっております。ということで、まずですね、脚部の方から作っていきますけど、ベースとなるのがこちらですね、このオレンジのパーツ。こちらの内部に、まずは、こちらの関節ですね、仕込むんですけど、これあらかじめ組んでおく必要性がありますと。で、こちらのパーツ2つをバチッと入れてあげて、こういう風に作ってあげますよと。で、これが準備できましたら、ここの中に仕込みまして、前面部分でこいつで閉じますよと。で、最後までしっかりと隙間なくね、ガチッと入れてあげないと、ここの部分の緩みの原因になるんでね、ここはしっかり入れてあげます。で、今度ここのところにつま先を入れますよと。はい、こちらのパーツ一応肉抜きですね。これがこういう風にギザギザの方になるような感じで作ってあげる。これはですね、最終的に収まった時にここのカット面ですね、これがピタッと入るようになってますんで、これ左右間違えることはないと思いますけど、一応ね、ギザギザの方にこちらの肉抜きが合うようにして、ここのところでパチンと入れて、この形を作ります。で、このパーツが準備できましたら、今度ここですね、ボディーパーツを作ると。で、ボディーパーツっていうのがこちらの塗装済みのパーツですね。こちらの裏側、ここのところにこいつとこいつ、この2つを組み合わせてくっつけますよと。で、その時にこちらのパーツをここに入れますよと。そしてこちらのところで収めると。そうするとこういう形で入ってくれると。で、この時にこちらのパーツですね、今こちらの板状のパーツ入れたこちらのパーツはここに置いてあるやつと形状がかなり似てるんで、間違いないようにつける必要性があります。一応こんな感じでつけましたら、ここのところに組んでおいたこちらの足ですね、これがここのところにパッきちんと入ります。はい、こんな感じで入ってくれます。そしたらこれで前面側と右足ができましたんで、この後ろ側ですね、これと左足を作っていきますよと。あ、その前にこのパーツつけるの忘れてますね。こちらのところにリングパーツとして、これが内側のね、ピンの形合わせることができるんで、これで入れてあげて、こちらの部分をブスッと入れてあげると、このように入りますよと。で、その時にここですね、ゲート跡をきれいに処理しておかないと、こんな感じでピタッと入ってくれないんでね、一応これを確認してつけてあげますよと。そしたら先ほど言ったパーツを作っていきますと。基本的な足の作り方は先ほどと一緒ですね。後ろのベース、こちらのところにこの関節パーツをあらかじめここのところでパチンと組んであげまして、そしてこちらを中に仕込みますよと。で、先ほどのこっちと違うのは、内側ですね、ここに一部へこみがありまして、ここのところにこちらのピンですね、これをあらかじめ仕込んでおく必要性があると。はい、これをですね、後々連動ギミックで使うピンになってくるんでね、これ仕込み忘れないように注意ですよと。で、このパーツが仕込み終わりましたら、こちらのパーツでしっかりとロックしてあげて、この形を作り、ギザギザのところに合わせて、この肉抜きが向くように同じような感じに入れてあげると。はい、こんな感じですね。これで左足の方ができましたので、また同じような感じでここのところにつけるこちらのパーツを作ると。一応こちらのパーツのここのところに合う形として、これをまた同じような形で作りますよ。はい、で、ここにスポッと入れてあげて、こちらのパーツでぐさっと差し込んで、こういう風に作ります。で、こちらのところにこのパーツを先ほどと同じような感じでバチンと作ってあげると、こういう形でできました。そしたらですね、次、こちらのパーツとこちらのパーツの間に挟まる右腕、左腕のパーツですね。そちらを作っていく必要性がありますと。で、まずその右腕、左腕のパーツなんですけど、基本となるのがこちらのパーツ。これを挟み込むような感じで、こちらのパーツですね。これをここにスポッと入れる。で、さらにここのところに手首パーツを取り付けるためのこちらの形状のパーツをここにブスッと差し込んであげまして、で、これが準備できましたら反対側からこいつで閉じてあげますよと。はい、で、一応このパーツができましたら、ここのところに手首パーツをつける。一応今作ってるのは右腕なんでね、このパーツをこの形で配置してあげますよと。この時にこちらの腕のパーツですね、このオレンジのパーツを上から見ますと前面側に隙間ができると。一応これが肘関節になる、こんな感じになるんでね、左右の組み間違いに注意が必要です。で、このパーツが準備できましたら、先ほどのこちらですね、足とかつけてたやつと似たような形状のこちらのパーツ、これの側面ですね、ここのところにこいつがスポッとはまりまして、
こちらのパーツでカバーをしますよと。はい。一応こんな感じで一つのパーツができたと。そしたらこちらのパーツ同じような感じで、ここのところにこのパーツを仕込み、このパーツを入れると。で、その時にこのへこみですね。この部分が前になるような感じにしまして、こういう風に配置してあげて、これで閉じますよと。で、こういう風に動きます。で、あと手首パーツをここに配置してあげて、こちらのパーツで挟み込んであげると。その時に、こちらと同じような感じにつけるんではなく、今度は前からこのパーツを挟み込むような感じで作ってあげますよと。これがちょっとね、左右で形状っていうかね、組み方がちょっと違うという感じになっております。はい。で、これでこのパーツ全部準備できましたので、まずはこちらのパーツ。このパーツに、こちらの左ではなく、こちら右ですね。これがここにはまりますよと。そして同じような感覚で、こちらとこちらですね。右足の部分と左腕のパーツがここで噛み合うという感じになってんで、こういう風に作ってあげます。そして、ここのところに置いてある頭部パーツですね。これを前後で挟み込んで、この一つのパーツを作り、下の部分にこちらのパーツを入れますよと。はい。で、こちらのパーツを挟むようにして、裏の長ピンですね。ここのところにこいつがスポッとはまっていきまして、最後まで行くと。で、この状態で行きましたら、こちらのパーツをここにガチャンとくっつけてあげると。そうするとこんな感じでね、ボディの方が出来上がりますので、あとは背中ですね。背中につけるブースターパーツですね。そちらをちょっと用意しなきゃいけないよと。で、これ、股関節のここですね。先ほど挟み込んだこちらのパーツ。これがですね、若干安定感が悪くて、パチって止まってくれないんでね、ちょっと足の開き方とかでちょっと注意が必要なんですけど、まあ一応足をね、ちょっと広げ気味にしてあげて、とりあえず立たせておくと。で、くるっと回して、こちらの穴のところに、こちらのパーツ、オレンジの下のところに、ノズルですね。これを2つブスッと差し込んであげて、あとはここのところにくっつけてあげると。はい。これで DPC-1 が出来上がったという形になります。はい。ということで次ですね、引き続き、次は DPR-2。こちらの方をね、作っていきたいと思いますんで、パーツの方ね、ささっと準備してしまいたいと思います。はい。パーツの方準備できました。それではですね、組み立ての方を進めていきたいと思います。まずはベースとなるのはこちらのパーツですね。こちらのパーツに、この目のパーツですね。これを入れますよと。で、その時に一応向きとか決まってますんで、まあ説明書の形状ですね。それを確認しながら入れてあげますよと。まあこういう向きかな。これスライドするような感じに見えるんですけどね。多分スライドギミックはないでしょう。一応こういう風に作ってあげまして、こちらの上ですね。ここのところにこちらの丸いパーツをつけていきますよと。はい。一応こんな感じで配置ができました。そしたらこれはですね、一旦横に避けときまして、先にこちらのレール状のパーツですね。これの内側にこいつを仕込みますよと。もう一個同じような感じで、こちらのところにこのパーツを仕込みまして、こちらのパーツを、これですね。この中身に入れますと。で、その時に前面ですね。こちらツルンとしてて、こちら突起出てますけど、このツルンとした方が後ろです。なので、この状態で持ってあげて、このサイドにあるピン、ここのところにこいつがスポッとはまるわけですね。で、反対側に同じような感じでこいつがはまっていきまして、で、こういう風にすると、先ほど入れたパーツがもう抜けてこないという形になっております。で、このパーツが準備できましたら、下ですね。ここのところに、こちらの丸いパーツ。これをここに配置すると。で、その時に、上下ですね。これ決まってるんで、これは間違いなく付け間違えておりますね。一応こう付けてあげて、上下が間違ってるんで、これをね、正しい形に直しますよと。はい。で、一応このパーツがこれで準備できましたら、ここのところに先ほど作っておいた頭部パーツですね。これがここのところに入りますと。で、こちらのパーツで閉じることによって一応ロックされますよと。はい。一応こんな感じです。一応、こういう風にスライドしてね、目の部分を露出させておいて、この形を作ります。そしたら、ここの前面部分のところに、まずはこちらの白いパーツですね。まあ、これは塗装済みのパーツですけど、これを入れてあげる。そして、次にこちらの黒っぽいパーツを入れてあげて、最後に赤いパーツですね。これを入れてあげて、この形を作る。くるっと回して、後ろの凹みの部分に、こちらのパーツを、ここにね、ズボッと入れてあげて、この形を作ると。これでとりあえずね、ボディができましたので、次に腕ですね。これを作っていきたいと思います。で、腕に関しましては、まずはこちらのパーツですね。一応前後決まってるみたいなので、まあ一応こちらのパーツを確認しながら用意すると。で、こちらの、ここですね。長ピンのところに、こちらのちょっとね、複雑な形してる、こいつがここに入りますよと。はい。で、このパーツが準備できたら、もう一個あるピンですね。ここのところに腕のパーツをつけると。で、それが、こちらのパーツと、こちらのパーツ。これを組み合わせたものがつきますと。で、非常に小さいんですけど、ここですね。T
手首パーツの部分が一応親指、若干ね、形状として分かれるようにはなってますんで、それを確認してつけてあげると。はい。こちらのパーツを用意したんで、これで一応右腕になったんで、これの上ですね。この穴のところにこいつが入りますよ。で、このパーツが準備できましたら、こちらのパーツはあと閉じるだけと。はい。こういう風にすると腕が出来上がったという形になりますんで、反対ですね。左腕の方もささっとね、作ってしまいたいと思います。はい。左腕の方もできました。で、こちら両方とも同じ話なんですけど、ここのところですね、パチンと入れるときに、若干ここのね、穴がこう、広がるイメージで入るんで、入りにくいからといって強引にガチャッと入れると、ここがね、バキッとね、割れる可能性があるんで、ちょっと厳しい場合は、軽くね、削ってあげた方が入れやすくなりますね。はい。一応こんな感じで両腕作りましたよ。そしたら次、脚部ですね。そちらを作っていきたいと思いますけど、こちらですね。これが大元の太ももというのあるパーツですね。で、一応こちら、説明書の形状ですね。それを確認しながら、一応今ね、私の右腕で持ってるやつ。こっちのやつが右足のパーツになりますね。これを用意しますよ。で、今度こちらの側面ですね。下の穴のところに、側面からこちらのパーツ、これをスポッと入れてあげると。で、これも先ほどのね、前腕と同じような感じで、ちょっと入れにくい場合は軽く削ってあげた方がいいです。一応こんな感じで入れてあげて、ここのところに足首となるパーツですね。これを入れますよと。一応内側ですね。ここのところに股関節っていうかね、そのパーツなのかこのパーツなのか、ここがパチッと入る関係で、内側ですね。この肉抜きと合うような感じで作ってあげた方が見栄えがいいかなと。で、こちらのパーツが準備できましたら、反対側からこちらで閉じてあげると。はい。一応こういう感じで脚部パーツができたという感じになるので、ささっとね、左も作ってしまいたいと思います。はい。左の方もできました。そしたらですね、こちらのパーツのここのところにプチンと入れると。はい。同じような感じですね。カッチャンと入れるだけで簡単についてくれます。で、このパーツが準備できましたら、先ほどね、作っておきましたこちらのパーツ、ここのところにこいつがスポーッと入っていくわけですね。で、この時に内側のところに穴があって、そこに対してこのピンがね、ブスッと刺さるっていう感覚ではなく、中心のここの部分がこの内側に収まっていくという感じになってるんでね、それを確認しながら入れてあげますよと。で、こちらのパーツが入りましたら、両サイドですね。ここの穴のところに腕ですね。これを入れてあげることによって、これで DPR2 が出来上がったという感じになっております。はい。ではですね、一応今回の組み立て最後としまして、DPL3 ですね。こちらの方の組み立てをやっていきたいと思いますので、パーツの方ね、さっさと準備してしまいたいと思います。はい。DPL3 のパーツ準備できました。そしたらですね、まずはこちらのベース。これもね、先ほどと同じような感じで、こちらのパーツ、ここのところに目のパーツですね。これを入れますよ。で、先ほどの R2 はですね、ワンパーツでしたけど、今回はこういう風にね、1個ずつつける関係で、切り離しの際に紛失に注意となります。はい。で、こちらの上の部分にこちらのパーツをつけると。その時に、ここですね、へこみがあるんで、このへこみがですね、こちらの取り付けた目の部分ですね、こっち方向になりますんで、それを確認してつけてあげますよ。で、こちらの側面のピンのところに、こちらのアンテナパーツをそれぞれ1個ずつプチプチっと入れてあげると。こんな感じですね。これで一応頭部パーツというか、このパーツができましたんで、これはちょっと避けておきます。で、次に腕ですね。これを作っていきますと。作り方の基本としては、先ほど作った R2 と同じような感じですね。こちらの肩パーツをちょっと確認しながら用意してあげて、こちらの、ここのピンですね。ここのピンのところにボディと接続されるこちらの板パーツがここに入りますよと。ブスッとね。その時に、こちらのカット面というかね、このカクッとなってますけど、この斜めがですね、イメージとしてはこういう風に上向くんではなく下向くのが正しいんでね、こういう感じで作ってあげまして、側面のもう一回このピンですね、ここのところに手首パーツをつけると。これも先ほどと同じような感じでね、親指がね造形されてますんで、それを確認して作ってあげて、こういう風に入れてあげますよ。で、こちらの部分を閉じるようにこちらのパーツで蓋をしますよと。はい。こんな感じで右腕ができましたんで、左腕の方もささっと作ってしまいたいと思います。はい。左腕の方もできました。そしたらですね、次に足を作りたいと思いますけど、足のパーツはかなり簡単です。こちらの2つのパーツですね。この2つのパーツをここのところにプチンと入れるだけですよと。ただこれ入れるのはいいんですけど、結構細いパーツになってますんで、差し込むときに折らないように注意が必要ですね。で、一応リングですね、この輪が自分の方に向くような感じでこういう風に作ってあげると。で、反対も同じような感じでここのところに入れてあげると。で、先ほどのリング状のやつが自分に向くっていうのはこうではないですよと。こっちの左手に持ってるやつが正しくて、右手に持ってるやつが間違ってますんで、こういう風に作るんではなく、こういう風にね、穴が自分を向くようにこういう風に作ってあげますよ。で、このパーツが準備できましたら、これとこれ、こちらのパーツを確認しまして、この中の、こっちですね、
へこみの小さいやつ、これが背中側になりますね。これを用意してあげて、これの下、ここのところに足のパーツがここに入りますよ。で、腕のパーツがここですね。奥まで抜けてる、こちらの穴のところにこいつがはまる。そんな感じかな。一番上かな。あ、上ですね。上じゃなきゃダメみたいです。上のここのところにはまりますよ。そして、頭部パーツをここのところにスポッと入れてあげまして、で、このパーツが準備できましたら、ここですね。こちらのところにこの丸いパーツ。これをここのところにスポッと入れてあげると。そして、こちらの前面パーツで、これを閉じてあげますよと。はい。一応こういう風にしてあげて、これで大体のパーツが出来上がったと。そしたら、こちらの凹んでる部分ですね。ここのところに装飾品としてこちらのパーツを付けていくと。まずは、こちらの一番大きいやつ。これがここにスポッとはまります。そして、下のここのところに、こちらの赤いパーツですね。これがスポッと入り、こちらのパーツとこちらのパーツですね。この2つを組み合わせたものを入れると。一応こちらですね、こういう風に見ていただくと、多分上下ね、サイズがあんまり変わらないと思うんでね、まあとりあえず上下間違っても問題ないと思うんで、とりあえず適当に組みたいと思います。まあこんな感じでパチンと中に収めてあげて、あとこちらのパーツを差し込むだけと。はい、こんな感じで入れます。であとまた背中ですね、こちらのところにまずはこちらの枠組みのやつをここにスポッと入れてあげて、さらにこちらのパーツを取り付けると。はい、こういう感じで、これで DP-L3 が出来上がったということになりますので、 L3 と C1 と R2 ということで、これでプレイヤーズの方がね、全部組み立て完了となります。組み立てはね、思ってた以上に複雑ではあったんですけど、色分けもね、完璧に再現されてんじゃないでしょうかね。で、こちらですね、見ていただくと分かると思いますけど、シールの方は一切貼っておりません。こちらの赤とか黄色とか白のリングとかね、こういう部分は全部塗装済みのパーツ。あとこちらのカメラアイとかね、この辺も全部塗装済みになってますんで、別途シール貼ることがなかったんで、簡単に組むことができる。そんな感じのキットとなってますね。あとはプライヤーズ以外には、こちらの支柱と台座ですね。これは最終的にディメンジョンプライヤーとかね、そういう時に使うような台座になってますけど、これで全パーツという形になっております。はい。ということで一応今回はね、組み立て編ということで、ここまでにさせていただきたいと思いますんで、次回ですね、こちらをね、プライヤーズの方を、まずは可動範囲、そちらをね、やっていってからまず組み合わせっていうことで、ギミック編をね、ちょっとお届けしていきたいと思っております。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。